C 入る上越は、かつて、東日本旅客鉄道が1月下旬から2月下旬に、高崎線、上越線で運行していた、臨時快速列車である。新潟県の中越地区にあるスキー場へ向かう、ウィンタースポーツ客向けの列車で、毎年1月から2月にかけて設定されていた。全車指定席の編成で、グリーン車は連結していない。かつては自由席車両もあったが、 2015年シーズンを持って終了した。2016年シーズンを最後に廃止され、以降は運転されていない。2015年から2016年シーズンは1月23日から2月21日の毎度日曜日に大宮駅次第期間を一応往復運行していた。かつてはより多くの系統があり、2003年にはシーハイル上越と合わせ、シーハイル湯沢中佐と及び、 両毛センサの駅を起点とする C ハイル、両毛などが運行された。2016年シーズンの停車駅を示す。2013年までは1 8 3系で、運転されていた2002年までは1 6 5系または1 1 5系2003年から2013年までは1 8 3系2014年から2016年までは、 大宮総合車両センター所属の185系200番台が使用されていた。2017年2月4日の1日限り、団体列車として、上尾駅越後湯沢駅間一往復で189系による復活運行が行われた。ありがとうございます。